私の名前はノウ・チヨコ。イギリスのロンドンに住んでいるわ。そう、今日は2月14日。世間のカップルがクリスマス記念日に次いで愛を育む一大イベントであろう。2月14日、そう、バレンタインデー。今日はロンドンのあのバレンタインデーの過ごし方を紹介するわ。そう、朝起きたらすぐに友達に連絡して、街に出かけるの。街はたくさんのカップルしかいないわ。そう、そしてここが私の行きつけのお店。2月14日はバレンタインデー。バレンタインデーといえばチョコレート。そう、ここではホットチョコレートが飲めるの。バレンタインデーの日にする友達との会話は、本書四五線について。時差ってなんで生まれるんだろうねっていう話をしてたわ。そう、そしてやっと来たわ。これがチョコレートケーキ、そしてホットチョコレート。なんでこれを食べてるかって、ちなみに友達は日本から遊びに来たおところ。そいつも世間が浮かれている1月3日、お正月三が日に彼女と別れて、傷を癒しにロンドンに来たわ。そんな傷を負った2人が、ホットチョコレートの飲めるカフェで朝の11時、チョコレートケーキとホットチョコレートを頼んだわ。そう、そして私は気づいたの。私の嫌いな食べ物、それはチョコレートだったってことをね。